東東海国は、日本の地方行政区分である両政国の一つ、東海道に属する、現在の静岡県西部、六十四州名所図へ、浜名の湖、堀江間山寺稲佐の細江古区は、円単海国と表記された。また、飛鳥カ系後園地以降から出土した木館には、円、水海国という表記がされている。円単海とは、都から見て、 遠くにある淡水湖という意味であり、大見国の金大見の琵琶湖と対比される。この円単会に関しては、一般的に浜名湖を指すとされるが、国府のあった岩田軍の岩田湖を指すとする説も有力視される。人武統制によって、故郷を追われた伊勢美子は、一族の神々と共に東方へ逃亡したが、 一族の美子犬命が神武天皇朝に蘇我国像に任命されたと、仙台旧寺本理、国像本理に見える。古墳時代には、慶光天皇の東国巡行に伴って、もののべし一族の者が次々に国の宮津湖に任命され、時代の聖武天皇朝に、陰儀み命が縁王御国像に、中愛天皇朝に、印旗足にが国国像に任務された。 それぞれの地所は、円丹海国が岩田軍、久野国が三名軍、蘇我国が佐野軍とされるが、仙台旧寺本義には、久野ジ家と助ケ直は同祖としており、蘇我国像とは別族であることに留意される。また、菊川流域の白海軍には蘇我国像の祖神とされる、天の母日の生命や、剣平鳥命を祀る、式内社や古墳時代前期から、 中期の前方後円墳が存在する。7世紀に地方豪族であった円王海国像、国国像、蘇我国像の領域を合併して、東東海国が設置された。国府所在地は中世に見つけと呼ばれたところで、現在の岩田市にあった。東隣の駿河国との境は大井川であった。奈良時代には、 大井川の流路が現在より北を流れていたため、今の土地山川以南が、東東海国に含まれていた。具体的には、島田市の南部、藤枝市の南部、および、八重洲市の南部で合併前の大井川町である。大井川町の全域は、明治初期まで、東東海国灰原郡であった。東東海国。現図では、東が上になっているが、90度右回転させて、 北を上にして表示している、室町時代には、芝市、今川氏が守護に部任される。芝市の東東海守護の地位を得たものの、今川氏は東東海回復を図り、同じ足利一門である木良氏も東東海国内の幼地である浜松層や県河層などを支配するなど、不安定な支配が続いた。戦国時代に元来東の駿河国に強固な地盤を持つ今川氏が、 しばし、キラを圧倒して両国化した。今川氏が衰えると、カイ国の武田氏と、今川配家から独立した、三河国の徳川家康による今川領分割が、訳され、とう海は家康が領するとされた。しかし今川支配を駆逐した領氏は、間もなく、交戦状態となり、山岳部や丘陵部は進行した武田氏が支配し、家康の支配は、 遠州平野や掛川地方を中心とする平地部に限られた。このため家康は浜松城を築いて居城を移した武田氏と対峙した。武田軍と徳川軍が交戦した東東海国の地としては二股城、高天神城、三方ヶ原が有名である。武田軍が稲地方から東東海国に入る際には平越峠経由の連絡線が整備された。 安土桃山時代になると、武田氏滅亡後に、武田両国を確保した家康は、関東八カ国に移転し、代わって、東東海国には、豊臣家大名が配置され、浜松城に、堀尾義春が、掛川城に、山内和豊が転入する。江戸時代になると、義春は、松江城に、和豊は、高知城に移転する。代わって、 東東海国には浜松藩と掛川藩が設置され、不代大,大名が入れ替わりで入った。また、江戸時代には稲盆地や三作坊の木材が天竜川の周運を利用して東東海国平野部に運搬された。明治維新を迎えると徳川宗家が東東海国、駿河国、その他に七十万国を与えられ、静岡藩とされた。国高が約一。 中となる大元宝での天宝であったために、放禄では生活できない士族や、大井川の都選解禁によって失業した川越人族らは、牧野原大地に入植し、緑茶畑を造成した。これ以後、小笠山周辺には緑茶畑が多く見られる。廃藩地県の後、旧静岡藩を引き継いだ、静岡県から東とう国が分離し、浜松県が発足した。 しかし、1876年8月21日の県合併で、浜松県は静岡県や足柄県の一部と合併した。この決定に起こった東東海地方民は何度か東東海国の再分離を明治政府に懇願したが、いずれも却下されて終わった。1889年に東海道本線が開通すると、江戸時代の天竜川の周運とも重なって、浜松には、 メ織物工場や楽器工場が多く立地するようになった。第二次大戦後になると、東海道新幹線や、東名高速道路が建設され、東東海地方は、東海地方における農業と工業の要衝となっている。浜松市役所周辺五点、二宮遺跡国府は、和名省では、豊田軍、十、阿久田省では、岩田軍である。初期の国府は、 木管や木書土器が出土したことから、古典、二宮遺跡と推定されるが、決定的証拠は出ていない。平安時代には見つけに移転したと見られ、忍字三年以後に成立した、東漢紀行には、東東海の国部今の裏に尽きぬとある。また、鎌倉時代後期以降に成立した、原平清水期、及び、剣治三年、または、公安二年の日記とされる、日記には、 三つ家の国府とある、東東海国分寺跡国分寺は岩田市中泉にあった。819年に消失したが、岩田市三つ家の三景山延命院に役史国分寺が、その宝刀を伝承する。国分天寺は岩田市河野台本町にあった。大見国玉神社三宮以下はない。 三つ家の国府の近隣にあり、中世後期には要塞化して、三つ家城や府中城と呼ばれた。李正党は未商である。東東海守る定員、一名。簡易相当、十五位下日付イコール旧歴鎌倉幕府、室町幕府戦国大名と与富政権の大名、江戸時代以前江戸時代静岡空港浜松駅、三日日比ジャンクション午前気候空港鉄道道路公安。ありがとうございます。